こちらでございます。ファインコットンブロードスタンドカラーシャツ。靴を磨くならセンスを磨け、OVYパーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。なかなか動画がアップできていなくてですね、ものづくりというかちょっとね、皆さんにまだ詳細は伝えられないんですけど、今やってるプロジェクトというか取り組みがあって、ちょっと今そっちにね時間が取れちゃってとかっていうのがあって、ちょっと YouTube の動画アップっていうのがなかなかできていなくて、皆さんにはすごく残念な思いをさせてしまって申し訳ないです。ただね、なんかそっちのものづくりの方なんですけど、どこかのタイミングで皆さんに発表をさせてもらって、楽しい、皆さんがこうワクワクというか喜んでもらえるようなものなんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますんで、長い目でというか楽しみに待っていていただければなというふうに思ってます。今回なんですけど、僕もこのファッション系 YouTube みたいなところに属してるのかどうかはちょっとわかんないですけど、やっぱりですね、いろんな YouTuber の方、こうファッションのことを YouTube で動画にされてる皆さんのやっぱりこう動画を見るわけですよ。だからこう多いのはやっぱりね、こう JW アンダーソンユニクロの動画アップしてるっていう人たちとかがすごく多かったりしてて、で僕も結構気になって、以前ね JW アンダーソンユニクロもやらせていただいたんで、なのでちょっとこうチェックしに行こうかなっていうふうに思って、といったところ JW アンダーソンユニクロはぶっちゃけその時僕が紹介したもののキャリー品、キャリー品っていうとちょっとこうわからない方もいるかもしれないですけど、要は同じデザインを継続してこの秋冬もやりますと、発売してますっていう感じだったんで、これは別に紹介する必要もないし、買う必要もねえなと。で、僕のその、このね、ゆうや大藤チャンネルで紹介するものではないかなっていうふうに思ったんで、そこはスルーしたんですけど、この JW アンダーソンユニクロの横にあったユニクロのインライン、ユニクロですね。いわゆるこう、ユニクロ U でもなく、JW アンダーソンユニクロでもない、ユニクロの商品が僕にはすごくこう、輝いて見えたので、思わず手に取ってですね、こう、試着をしたわけですよ。試着をしたら、調子がいい。すごく調子が良くて、3色あるんですけど、そのうちの1色を購入してきました。で、その商品について、今回は皆さんにお届けしたいなというふうに思います。今回その購入した商品なんですが、こちらでございます。商品名がエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツでございます。もうザ・ユニクロ、インラインのユニクロのタグがついてる。何がいいか、今となってはこのノーカラーって言われる、いわゆるこう襟がついていないシャツというのは、どこのブランドも出している定番的なアイテムになってるのかなというふうに思うんですけど、まだまだこう着慣れないという、そういった方も多いんじゃないかなというふうに思ってます。で、今回ちょっとノーカラーどうやって着ればいいのかっていうところと、あとはブロードのこのスタンドカラーシャツの特徴だったりとか、そういったところに触れつつ、もちろんスタイリングっていうのも皆さんにお届けしたいなっていうふうに思ってます。今回選んだ僕このカラーなんですけど、ホワイトっていうカラーを選びました。で、他にもネイビーと、あとはサックス、ブルーですねがあったんですけど、僕このホワイトを選んだ理由としてはですね、やっぱ秋冬っていうところをやっぱイメージすると、今季の秋冬ちょっと僕の中でのそのキーカラーって何かなっていうのと、あとはもうそのファッション界全体のトレンドカラーっていうのは何かなって考えた時に、やっぱアースカラーだろうというところ、アースカラーをベースに作っていきたいなっていうふうに考えてて、で、そのアースカラーに、その白、ネイビー、サックスっていうその3色の中で、アースカラーと馴染む色ってなんだろうって考えたら、やっぱ白だったわけですよ。純白の白。これだったらパンツの色をいろいろ変えてもいいですし、あとはこの上から例えばコートを着てもいいですし、いろんなその着こなし、バリエーションっていうのが持てんじゃないかなっていうふうに思ったので、この白っていうのを選びました。もちろん他の色もすごく素敵な色ではあったんですけど、コーディネートのその幅とかバリエーション楽しめるポテンシャルみたいなのが、まあ、白が一番高いんじゃないかっていうところで白を選んだというとこです。で、前回とかもそうですし、今回の JW アンダーソンユニクロもそうなんですけど、このブロードっていういわゆるコットンなんですけど、ものすごくこうきめが細かくってすごくこう高級なコットンの生地っていうのを選んでます。この生地っていうのはすごくこう高級感が出るっていうのももちろんそうですし、ツヤがあってで、まあ、エレガントでとかっていう、まあ、そういった特徴を持ってる素材感です。で、この2020年秋冬のトレンドに関してはちょっとこうエレガントとかっていうのがですね、少しこう入ってきたりとか、フォーマルとか、あとはそうだな、そんな感じかな、まあ、ちょっとこう何て言うのかな、こう綺麗な感じっていうのがこの2020年の秋冬のトレンドのワードの中にちょっと入ってる。なので、このブロードっていうのはすごく適した生地、この秋冬のシーズンにすごく適した生地っていうところで、ここもこの商品のいいポイントの一つかなっていうところです。あとはですね、まあノーカラーのこういうこう襟がない部分に関しては、まあ着慣れない人はどうなんだろうな。襟があるとやっぱりね、ちゃんとした感じに見える。ただノーカラーっていう種類になってくると、やっぱりこうカジュアルにどちらかとこう寄っていくっていうイメージですかね。なので、まあカジュアルで着るっていうイメージで、ノーカラーを着ていただく。まあ羽織のその羽織る感覚というかな、ちょっとルーズに着ていただくというか、まあそういうこうイメージで着ていただく方がノーカラーはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとのその特徴としては、裾の部分のサイドですね。これスタイリング動画で見ていただくと分かるんですけど、ここのスリットがこういうふうにラウンドにカットされてるんですけど、これ結構深いんですよ。ここがすごく、この深さっていうのがものすごくいいデザインになってる。これが一つのディティールとなっていて、すごくこうシンプルなシャツなんですけど、洗練された形っていうのになっていますというところで、さりげないんですけど、このさりげなさが大人の男性の着る洋服にしてはものすごくマッチしてるかなっていうふうに思いますので、僕はこのシャツっていうのをいいんじゃないかなっていうふうに思って購入してきました。スタイリングに関してはですね、今の本当にこの夏の8月からまあ9月の中旬とか、まあ今年は多分暑いかもしれないので下旬までまあ引っ張っちゃうかもしれないんですけど、羽織中に T シャツ入れて、下はショーツ、サンダルっていう、まあそういった着こなしっていうので着ていただく着方と、もう一つっていうのが秋に向けてというか、9月の下旬からまあ10月ですねっていうところが、羽織で使ってた、まあ、シャツのボタンを少し締めて、ちょっとこう綺麗なパンツを持ってきて、少しカジュアルだった春夏のそのムードから綺麗な感じにちょっと寄せていくっていう、その着方っていうのをしていただきたいなと。で、ただシューズは何だろうな、個人的には僕はなんかこうそのままサンダルにソックスを履いて、厚手のソックスとかですねを履いて、ちょっと足元は夏のその残像を残すような感じで、今回はコーディネートを組んでるんですけど、まあ、もちろん革靴でも OK ですし、スニーカーでも OK っていう、そういったかなりこう広いコーディネートっていうのが、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。あんまり正直足し算しすぎず、極力シンプルにこのシャツっていうのを活かして着ていただくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、コーディネート自体はそんななんかガチャガチャしない方がいいかなって僕は個人的には思います。僕が購入したサイズというのが XL サイズになってます。で、結構大きいかな、オーバーサイズたっぷりしてます。で、僕が着て XL を着て、まあ肩もかなりドロップしますし、身幅もそうですし、袖丈も結構まあちょっと余裕があるっていう感じなので、通常僕 L 着てるんですけど、まあワンサイズアップで着ていただくっていうのが、まあこのシャツ綺麗なんで、綺麗なシャツをなんかこうあえてワンサイズアップで着るっていう感じが、少しこうリラックスムードがあって、今年のその秋冬にはすごい適してるんじゃないかなと思いますんで、そのあたりもまあぜひ参考にしていただければなというふうに思います。値段に関してはなんと1990円。まあユニクロなんでね、本当にこの値段を実現できるっていうのはもうここのブランドしかないでしょっていうところではあるんですけど、このまあ秋冬のまあ最初の1アイテムとしてでもいいですけど、まあ、ぜひ購入してちょっと秋の準備、秋を見据えるっていうところもちょっと意識してみていただければというふうに思います。それではこの動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではコロナまだまだ続きそうです。でも Keep positive。